近頃大河で浮かれたふり、てかまずお前の目的なり、今さらお部活ごっこは拒否、やるなら最後まで通せよチキチクン倒し、ヒーロー気取り、金管変化描いた世界、ミカ天下イレブテンズドリーム、ガラガラガラじゃ山崎でグッバイ。信長様を倒せたヤンケ、魅力あふれてこぼれるヤンケ、ミカ天下って13日後ヤンケ、俺のラップすごいヤンケ、かっこいい腰でかっこええヤンケ、最後ドラマはキリンが来るヤンケ、金がさっきでよしんがりヤンケ。あれは口で頭脳派じゃなくかっけえヤンケ、しか言えねえやってる懺悔、その武器から抜く腐ったインフォメ、ナイルは裏切って今さら様付け、琵琶湖の魚が白い目で死んでる、坂本キャソー見下され手量かつた入りしたマウントヒエ、あたしもお前に見せるホラが峠、野球界乗客殺してる君に何度もいろいろ命令された、言葉で言っても聞く身もたんから、本の上辺を起こすこれが本当の意味、俺が明智光秀で信長様より6歳上、クルーテリーミス X の離陸内容地はミスター X のパクリ MC。 ミスター X 何の話よ、魔法水にはいねえな、そんな雑魚このままと同じ路線、剣謀のひろこたぬきの京でちょかい、名職の仕事本能で動くきつし、天魔王で家族地方無敵縁が長、猿の返しただ沖純家裏切るビジョンなかった、その首に漆黒のリボン、千葉真君が雑魚なわけないやん、大きくなる織田軍の領土に合戦勝して貢献してきた俺、日本史最大ミステリーなクーデター、第六天魔王炎にすげえな、明智がこのラップでウィンだな、時は今雨が下しでいつきかな。